そっか、明日まで待ってくれ。お前の言いたいこともわかるけど、パーティーが終わるまで待ってくれ。俺、もうちょっと、ゴールしちゃったよ。ちょっとだけ。ただの思い過ごしかもしれないしね。うん。ごめんね、邪魔しちゃって。しかも、さっきのテンションから戻ってきたせいで、こう、ギャップがすごいな。俺のテンションの上がりようと、マリーのさ、しんみりした、この冷静な感じを全然合わへんねんけど。ごめんなさい。ああ、まあ明日はパーティーだ。もう寝ろ。これ？いいけどね。言うと思ったよ。帰れ。じゃあ、おやすみなっちゅー。するか、バカ。でしょうね。レイちゃんのバーカ。ありがとうございます。言ってしまった。ほんと嵐のような女だな。明日はパーティーだ。俺も寝よう。ねえ、でもその違和感はあるわな。今日はお見合いパーティーですよ。早く。なんか好意を寄せてるっていうよりは幼馴染やからみたいな感じやもんな。残念、もう起きてます。さすがに起きてます。笑われちゃう。それで構いません。11時からパーティーです。はい、遅れないように。では了解。行ってしまった。めちゃくちゃ大人じゃん。二十歳過ぎて子供のようなことをして恥ずかしいんだけど。今日と明日の二日で花嫁を選ばなくてはならない。さてと準備をしてパーティー会場に向かうか。いいね。準備をし、俺はパーティー会場に向かった。当然だが、そこには花嫁候補たちが揃っていた。だが妙だな。どうして皆、浮かない表情をしているんだ。そやな。確かに、表情が。ん？どうしたんだよ、お前ら。浮かない顔してトラブル。ピアノの上に、あったんです。何？そうつぶやきながら、アンナは一枚の紙を俺に見せた。そして、その紙をニーナが読み上げた。愛しき君へ。君は私だけの存在。君を誰かに奪われるくらいなら、私は悪魔に魂を捧げ、喜んで死神となり、修羅の道を進もう。はい、幸いにも目障りな10、3、2、1はすべてこのテーブルの上に揃っているのだから。愛に溺れたもの。お以上だ。この手紙はどういう意味だ。分かる。脅迫状または殺人予告じゃないかしら。せっかくのパーティーなのに最悪。いやー、なんか不穏な感じになってきたな。良くないことが起こりそう。殺害予告だって、そんなバカな。パーティーの余興に誰かが仕込んだ芸だ。愛しの君、私だけの存在、奪われる、悪魔、死神、修羅、目障りの数字。ミステリー好きな私以外の人でもこれだけの単語が並べばそう思わない？まあ死神はなんか殺人鬼で、修羅の道がなんか殺人後の道みたいな感じやもんな。そう言われれば確かに殺人予告にも見えるな。どうしたん？三だと。三。それはこのサンフランシスコ、フランソワーズの三。違うわ。もう長いわ本で。ためにためた三スラシスコって言ってたよ。またかい。この私がなぜこのサンフランシスコフランソワーズかなぜだ。やだ。この息の使い方とかよ、ほんま。落ち着きなさい、サンフランシスコフランソワーズ。ああ、フルネームで呼ぶんや。お前もフルネームで呼ぶのな。十、うん、は異国の言葉で天とも読みます。はい。その文章が本当に脅迫状や殺人予告の類なら、この天魔も狙われたカードの一枚ということになりますね。はい。三と十ではなく13、つまりはキングと考えることもできますよ、天魔様。分からへんくなってきた。確かにキングと考えた方が綺麗に見えますわね。はい。
シャレたことしやがって。でもナナリいいひんよな。今何か分かったのか、シオン。仮にこれが13、1、2だった場合、大富豪で最も強いカードってことですよ、レイ様。確かに大富豪か。昔はよくみんなでやったもんだな、ナナリ。あ、ナナリはいるんか。ああ、そうだな。あの時は楽しかったな。ほん。おいおい、昔話に花は咲かせてる場合かよ。大富豪といえば4人でやるあのゲームだよな。地方によってはルールはいろいろ違うけど、基本的には弱いカードから順番に出しちゃって。手札を0にした方が勝ち。弱い順番に3から13。そして、1、2が最強。そうだな。これも地方によってルールが違うが、8を使えば場を0に戻したりもできる。4枚同じカードを場に出せば革命もできる。はい、シンプルなゲームだが意外と奥が深い。そういえばキューベイがなんか8切りがどうこう言ってたよな。やったっけ。そうなれば血はワンムッシュピエールである。わしですかな。いやいや、勝手に俺かなって言ってさ、ギャーって優率やばいやろ。うるせえじじい。まだそうと決まったわけじゃねえだろ。ただのいたずらって可能性もあるし、うん、パーティーを中止させるための脅しかもしれない。確かにな。確かに大きなイベントの時にはアクシデントがつきものだ。爆破予告や殺人予告はするものの、それ自体がただの冷やかしで実行されないことがほとんどだ。仮にもし殺人予告だった場合、2は私だろうな。あ、スペード家、次女のニーナ、うん、間違いないだろう。そうやな。その割には余裕だな、ニーナ。まあ強いっていうのもあるかもしれんな。まさか私もこれで女だぞ。怖いよ。でも脅迫状や殺人予告、爆破予告の類は、うん、騎士団の任務でもよくあった。ああ、なるほどね。王女様を殺すとか、アリエル城を爆破するとか、〇〇様を議長にしろ、さもなければ〇〇だみたいな事件に巻き込まれたことも数えるほどある。なるほど。だが実際に実行されたことは1割もない。9割以上が冷やかしやいたずらだった。でも1割可能性があるんやな、実行される。おー、そうですか。騎士団のエリート様がそう言ってくださるんなら心強いですな。しかし、しかし、わしはキューベ、数字は9じゃ。職人一筋25年、お天道様に恥じることをした覚えなどございません。命を狙われるような恨みを作る暇があるなら寿司でも握りましょう。途端に怪しく見えるな、これ。なんやろうな。なんか、めちゃめちゃ怪しく見えるな、これ。このゴリラが、安全圏だからといって、その死に乗り寄って。怖いよ。ママ。サンフランシスコ・フランソワーズはあれやな。なんか、怯えに怯え切ってるわ。誰がゴリラじゃ。ああ、それ、そんなに怖いならママの父でもついに故郷へ帰れ、この軟弱者が。強気やな。私の名前にはそもそも数字は入ってない。あなたも安全圏ね、はい、ナナリ。うん、そうだな。私はラッキーセブンのナナリだ。ね。ニーナの言う通りだ。こんなのただのいたずらだろう。無視してパーティーを始めようぜ。このために俺は帰ってきたんだ。こんなつまらないいたずらに邪魔されてたまるか。万が一のこともある。私の部下に屋敷の警護をさせようか、レイ。どうなんやろう。その必要はございませんぞ、ニーナ様。騎士団を使って大事にすれば、アルベーヌ家の二の舞になります、はい、ジョーカー家の使用人は万が一のために皆武術の心得があります。皆様のご安全は私どもにお任せくださいませ、はい、うん、どうか
騎士団への報告だけはやめていただきたい。なんかあるんかな。わかりました。ピエール殿がそこまで言うのなら騎士団への連絡はしません、うん、確かにジョーカー家の使用人は騎士団以上だと上司から聞いたこともあります。これでもこの中にこの手紙作った人がいるってことやんな。この言わんでくれっていうのもちょっと怪しく見えたりもするけどな。ご理解いただき誠に感謝いたしますぞ。はいはい。さあ礼様、この件は私どもに任せてパーティーを始めてください。はい。500年続いた伝統的な行事です。やりますか。このようないたずらに臆していてはご先祖様に笑われますぞ。うん。ああそうだな、シオンはメイドたちを連れて屋敷周辺の、警護を頼む。不審な奴がうろついているかもしれないしな。承知いたしました。責任を持って皆様の安全をお守りいたしますわ。では失礼。はい。サンフランシスコは執事たちと屋敷内に何か不審なものがあるか調べてくれるか。この手紙が見つかったんだ。他に何かあるかもしれない。私の名前はサンフランシスコフランソワーズですぞ、レイ様。わざわざフルネームで呼ばなあかんのかいな。はあめんどくせえ。確かに。サンフランシスコフランソワーズ、さっき言ってたこと頼めるか。はい、慎んでお受けいたしましょう。私もこれで失礼いたします。フルネームで呼んだらちゃんとなんかやってくれんねんな。いいやん。じゃあキューベはもう一度材料に異物が入っていないか確認してくれ。あの予告状がマジモンなら、毒が入ってる可能性だってある。よいにお任せあれ。目利きのキューベと呼ばれたこのわしに見破れない毒などございませぬ。はい。そうなんや。楽しいね。頼もしいね。ちゃんかっこよすぎるんですけど。わかる。イレギュラーに対する対応力、速やかに適切な人員配置する決断力、みんなを不安にさせまいと平然と振る舞うその精神力、レイちゃんどんだけかっこいいのよ。もうもういいひんねんな、みんなは。危ない危ない。その前でテレクローバーになってたわ。平常心平常心よ、マリー。かわいい。みんな知ってるのに。あ、そうなんや。かわいい。バレてたんや。だピエールはいたんかいな。ピエールはこのパーティー会場の警護を頼む。出入り口は一つしかないんだ。そこを押さえておけば問題ないだろ。ご立派になられて、すべて完璧な判断でございますぞ。亡くなった父上も兄上もこれなら安心でございます。ピエールは、ピエールはこの点々の使い方な。坊ちゃま、感服いたしましたぞ。ありがとうございます。マジで号泣してんじゃん。そんな驚かれると逆にショックだな。どれだけがきっと思われてたんだよ。これでも2年バッカス隊長の元で働いてたんだ。こんなの守備部隊自体の任務と比べたらまだマシだ。このワンムッシュピエール、命に変えても皆様をお守りいたしますぞ。はい。さあさあ天魔様、このピエールと一緒に外へ行きましょう。兄上の邪魔をしてはなりませんぞ。はい。ピエール、私が貧乳だからといってこれ以上子供扱いすると許しませんよ。痛い目に遭いたくなかったらその子供扱いをやめなさい。忘れてたけどやっぱ気にしてるんやな。申し訳ございません。天魔様、処罰はこのピエールの尻に。ちゃんとセクハラやしな、それは。バカが映ります。お兄様、ではごきげんよう。はい。相変わらず仲いいな。さてと、ここからが本番だ。2日間で俺は花嫁を選ばないといけない。500年間そうしてジョーカー家は守られてきたんだ。さあ気合を入れろ。人生初の大仕事だ。待せたのはマリー、アンナ、ナナリー、ニーナ。さあ始めようぜ。ジョーカーの花嫁を選ぶためのお見合いパーティーを。おー、
いやマジでなあ気になるよな。が犯人がいるってことやもんな。マジで分からへんけどさ。ねえ、今んところ皆さん誰が好きですか？俺はちょっとマリーのあのデレでやられてるんですけど。ねえ、みんなでも可愛いからな。巨乳はやめてくれとは言われたけど、まあマリーならそんなでかいわけじゃないからさ、許されるでしょ。ね、天馬も笑顔で迎え入れてくれるでしょ。ね、いやでもこの事件もどうなっていくもどうなっていくかもわからんからな。そっちもね解決できんのかねっていう。あ、かわいい。そうやねんな。これ見てしまったけど、多分さ途中で別れた結婚するっていうさやつ選んでた、全部あっち行ってたんかな。いやなんとか耐えてきたんやけどね、最後の最後で完全にあれやったな、流されてしもたな。いやージョーカーの花嫁。その後何事もなかったようにパーティー1日目は終了した。お見合いパーティーといっても4人とも幼馴染だ。もう10年以上一緒にいるのに今更改めて聞くことも少ない。だがあの殺人予告状を皆気にしているのか、お見合いパーティーはそれほど盛り上がらなかった。出た。レイ様、屋敷周辺を隅々まで調べましたが、不審なものも不審な人物もいませんでした。はい。そっか、屋敷の仕事もあるのに雑用押し付けて悪かったな。皆にもありがとうって言っておいてくれるか。ええ、かしこまりました。はい。ん、何かおかしかったか？いいえ、ただあのレイ様がすっかり大人になって、嬉しいような寂しいようなとシオンは思っているだけですよ。いやまだ全然犯人わからへんな。なんか前シオンがちょっときつく怒ったけど、あれはあれやもんな、花嫁を選ぶお見合いパーティーの最中だぞ。子供だと困るだろ。そういう意味ではないのですが。うん、まレイ様が選んだ女性ならシオンはおとなしく身を引きますわ。はい。どうも、ちょっと恋心はあったりしたんかな。ではメイドたちの教育もあるのでこれで失礼します。いやでも恋心があったらあったでな、これを中止させたいっていう思いあるんかわからんけど、でもななんかお姉ちゃんっていう感じよりは母って感じやったらしいからな、わからんよな。そうつぶやきながらシオンは笑みを浮かべ姿を消した。レイ様、この美しいサンフランシスコフランソワーズが報告に参りましたぞ。サンフランシスコフランソワーズ、どうしたん？はいはい、どうぞ。いちいちフルネームで言わないと気が済まないのかこいつは。私ことこのサンフランシスコフランソワーズが優秀な執事たちと屋敷の隅々まで調べましたが、うん、特に異常はございません。はい、サンフランシスコフランソワーズ、そうやったんや。やっぱりシオンと同じ報告だな。あの手紙もただのいたずらなのかもしれないな。そっか、ありがとう。皆にも今日はゆっくり休むように伝えてくれ。もちろん。はい。メーカーであるフランソワーズ家の三男、このサンフランシスコフランソワーズが指揮を取り調査したのです。信憑性は高いはずです、うん。もうずっと長くなっていってるよな。おう、大丈夫、その辺は信用してるから。私の美しきまんまから常に言われておりますので、はい、フランソワーズ家に恥じるような半端な仕事はするなと、うん、ですのでまあ偉いな。このサンフランシスコフランソワーズが指揮した一丁、この屋敷に不審なものなど残っているはずはないのですよ。もうこのさ、テキストボックスがパンパンなんよ。もうサンフランシスコフランソワーズが2個あるからさ。あ、ま
ま、私を優秀な子に産んでくれてありがとう。ねえ、サンフランシスコフランソワーズは今日もよかったね。やかましい、お茶間が困っているであろう。貴様はさっさとママのところへ戻って乳でも吸っておれ。ほんま乳、ずーっと乳言ってるな。ママではなくまんまだ。訂正しろ、過当なゴリラ。誰がゴリラじゃ。ありがとうございます。ママ、サンフランシスコフランソワーズのまんまがすごいのは分かったから、ご苦労様、もう下がっていいよ。そうですか、残念ですね。あと7つほどまんまの話をする予定でしたが、うん、仕方ありません。ではこれで。はい、悪いな、キューベ。で、どうだった、食材とか。調味料の類まで全て調べましたが、問題はないかと思います。なるほど。野菜や肉に魚、もしも食材に毒などが入っていれば、目視で判断できますが、はい、どれも新鮮そのものでしたぞ。なるほど。キューベがそう言うなら間違いないな。ありがとう。この程度、造作もございません。心配なら、このキューベ、自ら全て毒味いたしますが。すごいな。何年も前から仕入れも調理も全てキューベに任せてある。屋敷内で食中毒など起こったことは一度もない。そんなキューベが全て新鮮と言って信じない奴はいないだろう。大丈夫、ガキの頃から世話になっているキューベだ、信じて。ぽっちゃまー、このキューベ生涯ぽっちゃまにお仕えしますぞ。まあでもなんかツンツンとかそのいざこざは起きてないもんな。わかったわかった、今日はもう休め。明日も朝早いんだ。御意に、メイドたちに夜食を作った後休ませていただきます。いやいや、ではこれで失礼。すごいな。ふう、屋敷の外も中も調理場も、問題なさそうだな。やっぱりただのいたずらか。俺も寝るか、今日は妙に疲れた。今夜も月が綺麗ね。はい、もう少しで満月かしら。満月ね。皆が寝静まった深夜、マリー・クローバーは一人夜空に輝く月を眺めていた。本当、どうしちゃったんだろう、うん、あのレイちゃんを好きになるなんて。泣いても笑っても明日で終わり。さてさて、レイちゃんは誰を花嫁に選ぶのでしょうか。はい、私だったら嬉しいかな。こんな深夜、こんなところでお月見ですか、お姉様。あら、天馬、お姉様だなんて気が早いんじゃない。お見合いパーティーは明日までよ。天馬、うん、はマリー・クローバー推しで、4人の中でもっとジョーカーの花嫁にふさわしいのは、うん、お姉様、はい、あなたです。俺が言ってた通り、胸が小さいからみたいなことじゃないの。それは私があなたと同じで貧乳だから。でもあれやな、こっちは貧乳を認めているけど、こっちは貧乳を認めてないからな。真に美しい女性とは、天馬やお姉様のようなシュレンダーな女性だとシオンが申しておりましたので、うん、ジョーカー家は巨乳ばかりですから、ここで終わらせましょう。その連鎖をな。やっぱりここは好きやねんな。その理屈から言うと、ナナリーも候補の一人じゃないかしら。天馬のスカウターで計測したところ、ナナリー様のバスト82センチ以上はおっぱいではなくただの脂肪。90センチを超えるニーナ様とアンナ様など魔女ではなく牛です。悪口やな。お姉様は間違いなく天馬と同じ78センチ前後、それに加え美しい容姿、すべてにこの天馬と似ています。しい、ね、天馬は心よりお姉様を応援していますわ。はい。そう、ご期待に応えられるよう明日も頑張るわ。話はそれだけ。でも同じって言うんやったらさ、ね、なんかちょっと膨らみを感じるそういう影はあるけどさ、この黒やからわからんっていうのはあるけどさ、ね、こんな感じになってるんやな。そういうことですよね。はい、ではおやすみなさいませ。はい、明日がお姉様にとって素晴らしい日になるように、天馬も全力でサポートさせていただきますわ。全力でサポート。では失礼します。
全力でサポートか。なんなんやろうな。はい。なんなんやろう。